なんだよ10安打1得点って。中日は得点の取り方知らなすぎだよな。こんな選手の集まりだから中田の兄貴取ったんや。悪くはない。ここをどう直すか開幕までの宿題よ。10安打1得点とかしてる場合じゃないよ。去年の中日ドラゴンズみたい。どっちも10安打なのに6対1で負け。こっちみんな中日らしさが出たいい試合だったね。中日らしさが出たいい試合だったね。今から地獄の練習だろうな。近藤みたいな。立浪が呆然としたる。カメラをにらみつける指揮官。ネオとロドリゲスが良かった。辻本もアピールできた。明日は辻本見たいわ。村松は大丈夫だろう。鼻が折れてもプレーするだろう。鼻はフェイスガードで何とかなるけど、折れてればしばらく無理はさせなさそう。5点取られたのはフェリスと松山が乱調だったというのもあるから、シーズン入って去年と折り合ってくれれば試合にはなるものの、1得点ではやはり去年までのようにかもられるのか。今日の感想はダラへの声がすごい。バックネット裏から柳が見てた。バックネット裏に女3人組。キューバのショートクリスチャンもうレギュラーでええやろ。誰よりも伸び台あるわ。